どうもこんにちは、浜でございます。今日もですね、Facebook ライブの模様を収録したものをお届けしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ですね、今日はですね、ちょっと鬼滅の刃をですね、話題の鬼滅の刃ちょっと見てきましたので、それについて、語りたいなと思いますので、まだ行かれてない方でですね、内容を少しも知りたくないよっていう方は、こちらで今日はですね、聞くのをストップしていただいてですね、ネタバレに注意ということで、ご了承ください。この後、ある程度ネタが出てきます。それでは Facebook ライブの始めたいと思います。どうもこんにちは、浜でございます。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、2020年の12月18日金曜日でございますね。皆さんいかがお過ごしですか？私は本日も喜んで行かされております。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、第49回目を迎えることができました。ありがとうございます。49回目、本日のテーマはですね、こちら、ネタバレ注意映画鬼滅の刃を見てきた感想ということでございますけども、まだご覧になってない方はですね、この後、ある程度の内容が出てきますので、今日はですね、ライブの途中から入られる方は、ここの、ちょっと、テーマをずっと残しておきますので、聞きたくないよという方はですね、内容これから見に行くよという方はちょっと注意してください。アーカイブの方はですね、この後、見に行くのでちょっと内容知りたくないよという方はですね、ネタバレしちゃいますので、ここで今日はですね、アーカイブストップという形でよろしくお願いいたします。これだけね、話題作となって、ついに見てきましたね。アニメもね、なんていうんですかね、こう話題が話題を呼んで、全然ね、見る気はなかったんですけども、インターネットでね、無料で動画を見れるということだったので、映画の前までのね、アニメを全部見て、で映画を見に行ったという流れでございますけども、昨日やっとこさ、映画を見てきました。で、結果から言いますとですね、まず残念ながらですね、私がですね、多分、おそらくこれから、いろんな方々ですね、なんかすごい使命感を持ったとかね、なんかこう、煉獄さんにとかね、すごいことを、なんかいろんな、特に大人の方々がね、いろんなことを感じる作品、今の時代だからこそとかね、なんかこう、すごいね、なんて言うんだろう。すごい、プラスの意見とか、良かった良かったっていう言葉がすごい多かったから、それで私見に行ったわけですけど、で、おそらくですけども、こっからその、いろんなことを感じるんだっていうところへんで、残念ながら私ですね、寝落ちをしておりましてですね最後まで見てないんですよね。内容で言うと、見た方はわかると思うんですけど、内容で言うと、眠らす人いるじゃないですか。まんまとね、血気術にはまっちゃって、なんか、手が口で喋る人いるじゃないですか。鬼さんがいるんですよ。鬼がね。鬼がいるんですけど、夢の中へね、誘い込んで、夢の中で殺していくみたいな術を使う人が出てくるんですけど、まさに僕はその人に眠らされたという感じでですね。で、映画の中だったらですね、こう、主人公の炭治郎っていう、子がね、自分自身にね、起きろ起きろとかっていうシーンとかあったりね、こう、妹のね、ねずこちゃんっていう子がいるんですけど、ねずこちゃんがですね、なんかこう、お兄ちゃんを起こすんですよ。電車の中で寝てるお兄ちゃんをですね、こう、頭突きとかガーンとかしたりとかしてね、起こそうとするんですね。起こそうとするんですよ。で、僕は起こされたのは、映画が終わった後に、映画館の女性のね、女の子、スタッフさんがですね、終了しましたよって起こされて、僕にとってのねずこはですね、映画館のスタッフの女の子でしたけども、まんまとですね、どの辺からかな、このね、眠らせる鬼を倒して、上限のなんとかっていう、なんかまた新しい敵が出てきたぐらいで、これから煉獄さんの何かが始まるのかなっていうところを期待してたら、ちょっとスヤスヤモードになってましたね。残念無念で、もう一回ですね、リベンジしたいと思います。20日にアニメのなんかこう
12月の20日に、テレビ放送されるっぽいので、多分ね、それより以降になったら激混みしそうだから、昨日行ったんですよね。あの、時間を無理やりこう、なんか一番最後の回ぐらいで行ったんですよ。それで、まあ一日のね、いろいろやった後ですから、一日動いた後ですから、すやすやと眠りについたということかもしれませんが、もう一度ですね、そのラストだけを見にですね、贅沢な映画の見方をしてみようかなと思います。あ、その先が一番重要なのに、その先で寝てしまったというね、いやー、残念無念ですね、本当に。ただね、そこまでね、要は、見た方は分かると思うんですけど、この眠らせる鬼さん、眠らせる鬼を倒すぐらいまでで思ったことはですね、すごい大胆な策を取ってんだなと思って、これって今普通なんですかね。僕も本当にアニメとかも見なくなっちゃって、テレビ自体は僕本当に見ないんですよ。テレビを本当に見なくなっちゃって、で何がじゃあ斬新なというか、僕にとっては斬新なというか、大胆か、大胆なっていうのは何かというとですね、聞いてはいたんです。アニメの続きが映画ですって。で、アニメの最初の部分を見てから行った方がいいよっていうことを聞いてたから、まずはネットでアニメの1話から20何話でしたっけ、忘れましたけど、まあ、放送されてる分を一気見して、で、それで映画館に行ったんですね。それで蓋を開けたら、もうね、本当に、まんま続きで、何の配慮もないと言いますか。ネタついてこれない人はもう、ほっとらかし状態ぐらい、ほんとまんま続きなんですよね。で、おそらくですけど、僕最後まで見てないから、これは意見言えないですけど、最後まで見るとして、見たとして、おそらくこの映画の続きをまた今度アニメでするんですよね。すごい大胆だなって、ここまでヒットしたから、ありっちゃありなんでしょうけど、ヒットしないというか、普通のある程度のあれだとしたら、本当にね、アニメを見てない人はもう本当置いてけぼりぐらいもう全く続きなんですよね。すごいなと思って。普通なんかアニメの映画化って映画だけを見ても楽しめて、でエッセンスでちょいちょい連続のそのアニメを見てないとちょっとわかんないよみたいな、例えばですけど、コナンだとしたら、名探偵コナンだとしたら、ストーリーは映画だけを見てもまあわかるけども、ランと工藤新一の恋心の関係の一瞬のこの前をちょっと知っとかないとちょっとわかんないよとか、あと黒ずくめの男たちのとかの関係性とかがちょっとわかんないよっていうのをちょこちょこちょこと入れるって感じで、基本的なストーリーはなんか初めて見る方でもキャラクターはね、まあある程度わかっとかないとあれですけども、なんとなくわかるじゃないですか。でもこの鬼滅の刃に関してはね、もう本当にその前半部分のアニメを見てないとおそらくついていけないんじゃないかぐらい、何の説明というかもうもうなしに、もう本当アニメが、普段の毎週来てるアニメが映画館で流れてるっていうぐらい続きで、それに驚きましたね。それに驚いた。でそれまでの流れでこれはね、制作した方にね、ちょっと聞いてみたいなと思うのが、僕とかね、だからね、もううがった見方というかね、なんかこう、素直には見れないですね。いろいろなところがね、素直には見れないというか、こう、少しエンターテインメントに足を踏み入れた人間としてはね、ちょっと素直には見れないところがいろいろあったんですよ。で、これはね、ちょっと聞いてみたいな。でもね、ちょっとね、つながり的にね、何が言いたいかをちょっと今から言います。これちょっと消して、刀をまあもちろん使うわけですね。刀でこれちょっと反転してんのかな。これ今僕右手で刀を持ってます。右手でね。で普通刀って普通というかまあよくある時代劇とかもそうですけども、この左側にねこう右利きだったら右、基本的に右利きとしましょう。これどっちに皆さん画面がね反転してたらどっちに映ってるか分かんないですけど、これ右手です。で右手で刀を抜くから左側に刀を準備しとくわけですね。パッとすぐ抜けるようにね、でこういう感じです。でも煉獄さんが例えば駅のこう切符を切る車掌さん
車掌さんがね、なんかね、怪しい感じで入ってきたんですよ。怪しい感じで。だからもう鬼なのかなと思ったんですけど、実は鬼ではなくて、その切符にね、切符になんかこう、血気術をかけられてて、切符をカチンって切ったら、煉獄さんとか炭治郎たちが眠るっていう設定なんですけど、要は怪しい感じに描いときつつ、鬼ではないんですね。鬼ではないんですよ。要は煉獄さんクラスになったら多分鬼だったらすぐわかるわけじゃないですか。そのね、すべての、なんだろう、そういう表現をする。煉獄さんが鬼とは認めてないですよっていう表現の仕方として、時代劇とかも今度、なんて言うんだろう、注意して見てもらえばわかると思うんですけども、敵じゃないっていう風に演出するためには、刀をね、右側に置くっていうのはよくあることなんですよ。味方の前では、とか、上司の前、殿様の前とか、もう、すぐ木にかかりませんと。要は、右利きの、基本は右利きっていう設定なんで、設定なんてって誰だよ。お前が決めるんだって話ですけど、まあ基本は右利きと。で、刀がすぐ抜けるように、要は、こう、刀をこの左側に置いといたら、敵対意識というかすぐ切りかかれますよっていうね状態を演出してるわけですよ。でじゃなくて仲間とか、あなたのこと信頼してますよとかっていう時には刀を右側に置くんですよね、演出として。でそれができてたんですよね、アニメなのに。アニメだからだからすごいなと思って、その車掌さんが来た時、煉獄さん右手に刀を持ってるんですよ。だから煉獄さんが、あ、この人は、敵とみなしてないから、多分鬼じゃないな、とかって僕は思いながら見てたんですよね。そしたら、まあ、術はかかってたみたいですけどね、切符にね。これは見た人しかわかんないですけどね。で、それが今度は、このね、またうがった見方というかね、残念だなと思ったのが、なんか、だいぶ回が進んで、炭治郎に何かを言うときに、もうその時もちゃんとね、煉獄さんはね、右に、ちゃんと抱えてたんですよ。だから、ああ、細かい描写までちゃんとしてんだなと思ったら、カッと切り替わって、切り返しっていう、煉獄さん、その、なんていうんですかね、画面が切り替わる瞬間、さっき右手に持ってたのがね、左に移動してたんですよね。あれはね、多分スタッフさんのミスだと思うんですよね。この、細かいことを担当するスタッフさんと多分ね、こっち側書いた担当のスタッフさんは違うような気がするんですよね。わかんないですけど。そんなとこばっかり見ちゃうからね、話に集中できないのか、後半ちょっと、血気術にかかってしまい寝ちゃったっていうことでございますけども。まあまあまあ、とはいえね、すごくね、楽しいと、このラストをね、もう一度見てみようと思わせてくれるのはくれましたのでね。あと、びっくりしたのが、新しい敵が出てきたっていうのはびっくりですよね。普通、映画ってやっぱ続きを流してるだけっていうのがすごいびっくりですね。普通映画って言ったらね、大きな敵が一つというか、ワンテーマじゃないですか。でも、すごい長い尺を取ったって、倒した敵が倒れたら、それより強い敵が映画の中で現れるっていうね。だから、本当に、なんていうんですかね、本当続きをそのまんまっていうのがもう本当に驚きでしたね。はい、まあまあそんなこんなで本日は終了したいと思います。もしね一回見てもう一回見てみたいっていう方はですね、この刀、煉獄さんの刀のね位置をちょっとチェックしてみてください。はい、ということで今日もね素敵な一日になりますことを心より願っております。それでは今日も良い日にするということでよろしくお願いします。またねー、いつもありがとう。ポチポチ。はい、ということでこんな感じですね。ちょっとね、初めて見る方で、まあネタバレしてもいいよってことでこの動画を見てくださった方、もう一回ね、映画を見に行こうとされる方ですね、さっきお伝えしたように煉獄さんの刀のね位置をちょっとね見てみてくださいということで、もしねこのチャンネル良かったなと思いましたら、グッドマーク、チャンネル登録の方よろしくお願い申し上げます。それでは今日も良い日にするということで、またねー、バイバイ。